結構大手ののシャンプー会社ががまさかの私は起用したたことがあった今までだったらさ、うん、なんかやっぱサラサラでっていうなんかビューティースタンダードあったと思うんだけど、うん、なんかそれは結構おおって思ったかな、はい、なんか私とかもやっぱお尻とかめっちゃバッて振ったりするとさ聞く人とかもいたりするんだけど <laughs> <laughs> あこんなお尻振りたい子多かったんだってもうギャルたちからもう。 じゃもう次いつーみたいななん,なんでお母さんアフリカなんだろうとかちっちゃい時の方が意識したかな先生が、うん、まあめっちゃ現場主義の人なんだけどあもうレッスンなんて来なくていいとにかく現場に来なさいクラブで踊って覚えなさいっていうのを私は言われてたから<ー>もうその時代はもう毎週クラブから<ー> <laughs> はいということで今日の ゴールデンレッシュパーカャスのゲストさくらさんですお願いしますお願いしますイエーイありがとうございます嬉しいですめちゃくちゃ本当ですかありがとうございますいやいやこっちをこそよくおすすめにこう上がってきててえぇ、ー、そうそれで見てたんで見てくれた いやなんかやっぱ東京とか日本とかでミックスで活躍されてる人とか結構そのヒップホップ業界とかも多分そうだと思うんだけど結構さくらさん結構出るなと思ってありがとうございますだからいつかお話聞きたいなと思ってて今回実現したってことでええお願いしますいや結構普通に多分みんな気になってると思うんだけどそのなんかミックスかハーフかなっていうのはちょっと分かると思うんだけどバックグラウンドはどういう感じなんですか バックグラウンドは もうその生まれた時からまあもともと私お母さんがタンザニアまずお母さんがタンザニアでお父さんが日本人そこも結構普通のね逆が多いんだけどうちのお父さんがジャイカって言って青年海外協力隊って言って海外で派遣されて仕事をする人でお父さんが結構いろんな国に行ってたのねそういうことか。でタンザニアに行った時にうちのお母さんと出会って。 そこで2人は恋に落ちそれでお父さんはお母さんを日本に連れて帰ってきてみたいな感じへえすごいなそうなんだけど私はそれでお父さんの仕事の関係で幼稚園はインドネシアインドネシア珍しいなそれバリとかあるとこだよねそうだねインドネシアそうだねそこら辺インドネシアのバンドンってとこに住んでてでその次は小学校の4年生までチリのサンティアゴ すごくね。<laughs> でアジアから南米に行っちゃう,みたい <laughs> うだよな、ね。そうだね、なそうだね、結構いろんな感じで行ってて、で <laughs> はい、はい、そこでも小学校四年生からは、うん。 静岡お父さんの地元が静岡だからもうずっと静岡で育ってっていう感じで結構ちっちゃい時はいろいろなんか行ったり来たりとかしてたっぽい。えっぽいあんまり記憶はないかでもなんかそれがその時は当たり前だったからあんまり意識してないよね意識してないけどだから記憶とかもまあ覚えてるけど覚えてないみたいな。覚えてないみたいなでもいろんな。 国に住んで。 たりとかするとやっぱ言語とかさそういうのあるじゃん。実際どうどんどうですか？そこなんですけど言語がまさかの私は日本語だけ。そうなんだ。こんだけ言ってたらみたいなとこなんだけど、そうなんか私は日本人学校に行ってたのよ。あそっか。チリとかインドネシアでも日本人学校そのなんか青年海外協力隊の人、の子供用の日本人学校っていうのがあって、そうそうだから私はもう基本的に教育とかは日本の学校と全然変わらなくて、そうだからあの日本語とまあ英語 とか普通に意思疎通とかもう本当簡単な日常会話ができる程度なんだけど。うんうん、そう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 ,う,んうん、うん。あ、そういう感じなんだ。そう,なんだそうか、いろんなところに日本人学校ってあるもんなんだな。ある。そう、るね、あるのよ。そう。生命海外協力隊って、しかもそんなに動き回るんだね。<構>何年ごとそで。そうそう。動き回ってた、えー、お父さんだいぶ動き回ってたと思う。それ以外にも、そうそうそう,そう、ね。うんうん、かな。どう、え、どういうお医者さんなの。 お父さんも獣医さんだから獣医,さんだ獣医さんでもう家畜だから牛とか豚とか馬とか結構大型の動物の獣医さんでみたいな感じ、えー、で、まあ、日本に帰ってきてからは、うん、鳥鳥類。 そうそう鳥のお医者さんみたいな感じででもずっともうお父さんはもう獣医さん獣医さんとしてそう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 獣医さんっていうの結構珍しいよね珍しいね珍しいだからもう今でも私動物やっぱ大好き大好きだそうそう一番ええどういう動物家とかでも飼ってた家とかでも飼っててまあ犬は絶対飼ってたよね犬も猫もあと鳥とかもいて鳥もいるんだそうそうそう実家とかは結構何でもいた感じそうそう静かだったらでもそっか 結構自然多い静岡はねえとね静岡は私清水ってところなんだけど海が近いかなめっちゃああそうなんだ海が近いかな自然も結構いっぱいあるねへえそんな感じだったかなでまあ高校生くらいから私はもう本当にレゲエダンスあっそうなんだそうそうそっから結構なんか も大好きそういうなんかカルチャーが大好きでみたいな感じでまあ今みたいな感じかなりざっくりしてるけどそう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 いう感じの流れでそういう感じそうそうここまでちなみにさどうだったの静岡の高校いつまで静岡にいたえっとね静岡普通に二十歳22くらいまでは静岡にいたかな高校とかも普通に出てそうまでは静岡にいた静岡にいてじゃあもう学校も 学校も普通に高校高校,高校まではなんとか行けた。行けた。<laughs> <laughs> なんとか。なとか行けました。<laughs> あんまり得意じゃなかった。好きじゃなかった。ああなんかそうだね。楽しかったけど友達とか大好きだったから楽しかったけど。うんうん けどまあ結構やっぱその時私踊るのがすごい楽しいってなっちゃったからもうクラブクラブクラブみたいな感じだったからそうそう単位が足りないとかもうそっち系そうそうそうそっち系だでも先生と集まってみたいなさくらをどうするかみたいな感じにそういう会が <laughs> そういう会とかも開かれみたいなもうなんとかんとギリギリみたいなありがとうございます <laughs> <そう S 1> <laughs> 助けられてみたいな助けられてえ周りはミックスを友達とかもいたいや ミックスは本当にいないい、ね、いなないねねよ静岡か静岡マジで私の世代は今わかんないけど私の世代はマジでいなかったね、うん、ミックス本当にいなかった浜松の方行くとさ結構ブラジルのミックスの子とか多いの工場、うん、が結構いっぱいあっているんだけど本当に清水私が住んだところは本当にいないかった何か街なかでそういうなんかブラックの人がやってるなんか結構 b ボーボイとか b ガーガルのお店とかはあったけど。うんうんうん そう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 でも実際どうだったの,そのやっぱ、うん、まあ俺もそういう似たような経験があるからさやっぱ周りと見た目は違うわけじゃん、うん、でそういうのとかでさ、うん、なんか感じ事と,とかあった大変なことだったりとかいいことだったりとかさえー、あったな,なんかやっぱどうだろう私小さい時はやっぱそれこそ小学校の低学年とかチリに住んでた辺りまでは 結構やっぱその見た目のことで、うん、ま肌の色とかでま差別っていうか小い頃あるあるだけどさそのなんか人と違うことで結構いじめられるっていうのはう、ね、もうめっっちゃ通ったすごい通って結構まあしんどい時もあったんだけど逆にこう私はま高学年くらいから全然もうなんかいじめとか無縁のむしろ結構もう目立つところみたいな感じで<ー>結構楽しくも友達も超いっぱいいたしむしろなんか。 なんかやらかすぎて先生に結構怒られちゃうみたいななんかそっちのなんか感じだったから全然なんか大きくなってからはないかなそのなんか小学年くらいは全然なくそう。 結構割と楽しくワイワイやってた。そっか、まあ結構外交的な感じだもんね。めちゃくちゃ多分外交的な感じ。そのやっぱちっちゃい時だけかな。そう見た目ですごい言われて、自分自身もやっぱその周りと違うってことがすごいコンプレックスに思ってて、そうなんで肌の色がみんなと違うんだろうとか、なんでこの髪の毛こんななんかボリューミーなんだろうとかは本当ちっちゃい時だけ、そうだったかな。そっか。えでも結構さ、なんかお母さん短剣短剣になって結構珍しいと思うんだけど、やっぱさ。 あのアメリカの方とかさ例えばそのじゃあ UK の方とかまあまあ西洋かまあアフリカもそうと思うんだけどお母さんが黒人だとさ結構さ髪の手入れとかさなんか教えてくれるのかなと思うんだけどほとんどのお母さん日本人だからさ俺とかもう全然髪どうすればいいのか全く分かんないみたいなそうかついに坊主一択みたいななるほどねそう感じでさんだけどそういうのとかあったああでもそう言われてみれば確かになんかさ結構そのまあ私の 髪質は結構今あんま編んでるから分かんないけど地毛が緩いカールなのねだからまたちょっと違うんだけどお母さんが持ってるプロダクトをやっぱ使うと収まりが良かったっていうか日本のプロダクトを使ってもやっぱ全然髪質が違うから思うように仕上がらなかったりするんだよねそういうので結構なんかお母さんが持ってるアフリカとかのプロダクトを使わせてもらったから自分に合うやつとかは結構分かったりしたかもそうかそうかそうそうそう ほんとなうちのお母さんに編んでもらうとかはマジでなくてそうちっちゃい時から割とまあ結んでもらう軽く結んでもらうとかあったけどがっつり編むとかはもう全然お店に行ってこれもなんか普通にお店に行ってやっててああそうなんだそうっていう感じではあるけどはい、はい、でもなんかそのかカーリーな子ってさ結構なんかそのプロダクトがヘアマヨネーズってやつがあるんだけどなんかそれは結構なんか向こうのブラックヘアの人 とかにすごい特化してるっていうか、すごいテクスチャーが重くて、うんうん、しっかりこうカールが出るやつとか、はいはい、そうそれは全然日本にはあんまりなくて、うん、そういうのとか結構お母さんが持ってたからそういうの使わしてもらってたりとかはしてたけど。そういうことか。そう。なるほどねそ。そうそうそう。けどまあ私結構カール緩いからな。そっか。うん、緩いそうだね。緩いとね割れたまとまりやすいのか。そうそうそう,そうまたもっとなんかクルクルって子よりはまた全然なんか本当にミックスの子ってさカールの出方も全然違う違う違うじゃん。う,うん。そう。 そう、確かにね。そうなの、私は結構ゆるゆるな。そう、結構、もう結構くるくるの方なんだよ、ね。そうだよね、そうだよね。結構、今、まあ、あの、アンテルから、もう分かんないかもしれないけど、うんうん、もう、マジで普通にアフロみたいな。あ そうなんだ。リアルになるから逆に俺ゆるいあのカールのハーフのことが見ると羨ましいなって思う。あね、私は逆にそううましいと思う。まで。もまとめづらくない？でもアメーバそっか楽か。あそうだねそうそうそう結構私はなんかくるくる可愛いなとか思ったですね。私は本当にゆるゆるだから。でも全然違うと思う。だからそのそう。 とは思うかな。ディーエヌの出方が結構違うよね。全然違う。これは結構おもろいよね。おもろい。<laughs> 本当におもろい、何なんだろうね。ね何なんだろうね。そうめっちゃ思う。毎回言ってか、うん、歯の色とかも全然違うじゃん。全然違うめっちゃ暗い、黒い子もいるし、うん、めっちゃライトな子もいるし、うん、みたいな。ほんとそう。 あれなんなんだろうなおもろいよね。結構アフリカの中でも本当国によってさ、骨格も違うしさ、あなんとなく多分私って多分ちょっとやっぱタンザニアっぽいなとか思ったりするし、なんか友達のウガンダのハーフの子とか、あなんかウガンダっぽいなとかなんかやっぱシルエットが違うし癖も違うし、確かに確かにそう違うよな。割とわかる。なんかそのミックスでさ、なんかさこここっぽいなとかある。あなん ななんとなくだけどアメリカっぽいなとかはい、はい、アフリカかなとか,なんかそういうのとかはあったりするけどうん、うん、そうだねでもなんか自分自身のミックスの出方も結構特殊って思ったりするなんかでも、多分私ちょっとアラブも入ってるっぽくて実は、うん、そんな感じするよね。ちょっっと俺は思った そう多分お母さんがタンザニア人なんだけどそのんかアラブもちょっと入っててみたいな感じだからまたちょっと違うのかなって思うけど確かにそうんね。そうとかさやっぱスタイルとかもさめっちゃグラマーな子がいればさ私とかも結構んかストンって感じだから好きにいけだからそれも全然違くて面白いよねしかもなんかアメリカのカルチャーとかさそっちのカルチャーとアフリカのカルチャーって結構違うじゃん 違うねなんか色感また全然違うよね。え自分のタンザニアのカルチャーとかってさ調べたりしたことあるっていうかお母さんなんか教えてくれたそうだねタンザニア自体は2回行ったことあるあっよぼうそう2回行ったことあって1回目はちっちゃい時だから覚えてないけど二2回目とかは割と18高校卒業してすぐ半年くらいは行ったから結構長くね結構長めにちょっともう行きたいって言って行ってそうそうだから向こうの感じなんか音楽やっぱすごい好きだったから。アフロミュージックとかか向こうのなん そうだねシーンをちょっと見てみたくて行ったかな、ははいはい、はい、そ,うそういうことか、じゃあ親族の家泊まってみたいな、もうひたすらも親戚の量が多すぎるから、マジそれで親戚の量半端ないよね <laughs> マジで半端ないから、もうひたすらだよ、もうほぼ毎日あの違う親戚、一回りみたいな、もう途中とかやっぱ思春期だったから、もうげんなりしちゃって、うん、もうクラブ行きたいのにみたいな、<ー>また親戚の家みたいな感じになっちゃったけどね、そうそう、本当に多い。もう 困んないねだから。困らないね。行ったら全然。困らしてくれるし、ね。そっかそっか。え、クラブとか行けたの、最終的にでも。クラブ行けたん、行けた。うどうなの。いや、それが、私も結構なんか、タンザニア、うん、あんま行く前まではさ、はい、なんか。 もうちょっと田舎かなとか思ってたんだけど、まあ、音楽に関しては結構発展してて、うん、クラブとかもめちゃくちゃなんかでかくて綺麗でセキュリティとかもめっちゃもうそれがだって10年くらい前だけどそうだけどセキュリティとかもめっちゃしっかりしててもう,もう内装キラ,ッキ,ラッキラ。 えー、でかかってる音楽まずもう聞いたことないめっちゃかっこいいみたいなやつばっかかかってて、えー、とにかくいろんなの子たちがクールでやばいみたいな <laughs> 結構くらっちゃって普通にそうそうやばいってなった、えー、そう結構ね進んでてその時にその時に結構漠然とあなんかアフリカ音楽やばいなみたいな感覚は結構自分の中ですごいあってそっかそっか最初の入りはレゲエだったのかでも元ともとはそうだねなんかヒップホップとレゲエとかそうそこだ 結構中学生くらいの時にやっぱ聞いててお兄ちゃんの影響で結構聞いててお兄ちゃんはその時オマリオンめっちゃ聞いてたんで <laughs> そういうところから結構なんか入って聞いててはい、はい、で本当お母さんからはお母さんはずっとボブマーリーを聞いてたのあるの<ー>そうそうそれでもうと中学生くらいからずっとこう聞いてて、ね、で漠然となんか本当にね初めは結構その王道めっちゃ王道から入って。うんうん そうでそれで初めはそうな、ね、レゲエかなレゲエ,だレゲエからえその時やっぱボブマーリーが好きだったのどういうアーティストが好きだったの <laughs> えもう初めは本当ボブマーリーなんだけどそっからは結構そっこ私はダンスホールダンスホールの方に行ったからその時は結構まあコアなんだけどまあ アイドニアっていうアーティストとかあとバイブスカーテルとかポッカーンとかうん、うん、そうなんかそういうところだったあとレフトサイドとか、まあ、とにかくダンスホールその時当時流行ってた2010年くらい2012年13年くらいはもうそこら辺のダンスホールをもうめっちゃ聞いててういうで私もその時代にレゲエダンスを始めたのね16歳の時に始めたからうん、うん、そうそうそうもうダンスホールばっかり聞いてたレゲエダンスのなんかそのなんかあれかダンススタジオみたいな、うん、そう ね、初めはもうダンススタジオに行ってたんだけど、うん、なんかさ結構やっぱそのダンスの月謝って高校生からしたら高いわけ。 もうなんか月多分1万いかないくらいだけど高校生の数少ないさバイト代とかからじゃ結構難しいなと思ってて、て私の結構師匠その先生がめっちゃ現場主義の人なんだけどその人にある日なんか私、めっちゃレッスン来週行きたいんですけどお金なくてちょっと先になるかもって言ったらその先生がレッスンなんて来なくていいとにかく現場に来なさいって踊りに来なさいそうクラブで踊って覚えなさいっていうのを私は言われてたから。 もう,その時代はもう毎週クからもう本当行って踊って踊ってみたいな感じでそうガチ踊りだガチ踊りだっただからもちろんレッスンもずっと通ってたけどはい、はい、レッスン行きながらどちらかというとやっぱりダンスホールはもう完全に現場主義そうなんだそ,ううそれおもろいなうん現場で覚えるなんかすごい早いから流行りの、はい。 最近私も全然もう行けてないんだけどもうダンスホール自体はすごい回転も速いその新しい曲ができてダンサーがそれに対して振り付けをしてっていうスパンがめちゃくちゃ速いからもっと現場にこうちゃんとこうコンスタントに行ってないと。はいはい みたいな感じはあったかなあのダンスとかはそのアーティストが作るっていうよりかはダンサーとかの現場の人は作ってるんだ結構なんかそうだねアーティストが曲出してなんかダンサーとかが作ったりしてそれがこうなんか今だと結構 TikTok とかにバッて流行ったりするじゃんそうそういうのが結構多いえおもろいな面白いよねあのカルチャーねダンスホールカルチャー俺もあんまわかんないから正直まポップカーンってそんな前からいたんだぐらいのことしかわかんないえドリクと最近サインしたじゃねいうがいしかわかんないからわかる長い 長いんだ。まあそれそうか。そう私も結構レジェレジェってもう本当私が16歳の時くらいからやっぱポップ感はすごい。そうか。ダンスホールとかでもなんかそういうまあカリビアンアフロまあ一緒に住んだもあれかもしれないけどなんかそういう音楽って結構最近なのかなみたいなあんまり来なかったじゃんそのメインストリームななかった気がする。ここなんか日本とか特にさここ2、3年でこう流行った感じはあるよね。うんそれはすごい思うなんか私は結構。 もともとずっとそっちをメインに聞いてたけど、はい、確かにここ最近結構やっぱ DJ とかもすごい書けるなみたいなイメージあって。うん、<構>そうだよね 嬉しいえ向こうの,そのあっちにもあるんだ、やっぱあっちにもあるんだって言ったのが失礼か、うんうん、でも静岡にもそういうダンスホールのクラブみたいな一応ね,なんかね、レゲエの私が前行ってたなんは、レゲエのイベントはダンスは、うん、むしろ10年前くらいとかの方がが何なら盛んだったんじゃないかな、一回すごいレゲエが結構暑いみたいな時もがあったからそか、その時とか結構もう盛んだった、むしろなんかまあヒップホップと同じくらいこうレゲエもぐっと熱くてみたいな。んなんか特に大阪 なんかはさレゲエとかすごい熱いイメージあるし、そうあさなんかそう場所によって、私はもう本当十年前とかはそうだったから結構レゲエ熱かった。ああそういうことだったんだ。現場主義ってのもおもろいな。まあダンスホールって言いだからまあダンスホール行ってダンスしようって方をね。そうとにかくもう踊れみたいな本当ね MC とかもやっぱね面白いしねレゲエは本当にもう踊れって感じだからそうそう。えどうやって覚えるの？周りを見て覚えるの？ そうだほんと周りのなんかダンサーは先輩ダンサー、はい、その時はほんと先輩のダンサーとかを見てこうやって覚えてみたい,はい、はい、なんとなくでもなんだろうね伝染するんだよねそれから伝, <laughs> 伝染するの、えー、おもろそうそうおもろいよね <laughs> そうそういうもんなんだねそんな感じだった、うんえー、面白かった結構やっぱ独特のカルチャー今やっぱなんか大人になってからさ、うん ダンスホール以外も行くようになって最近はもう全然ダンスホールのイベントは全然行かなくて結構んかのダンスミュージックとかを聞いたりするんだけどやっぱ本当になんか全然カルチャーそれぞれ違ってさ面白いなと思うけどやっぱダンスホール独特だなって思うパワーかにパワーって感じパワーとエナジーみたいなそうそうそうそんな感じするそれはじゃあどのタイミングで東京出てきたの 22で出てきたかな、そうそうそう、その時は、なんで東京に出てきたとかあ,のあでも、それこそ、なんかずっとやっぱ、地元にいた時はもうダンスやってて、毎週ショーケースでダンスみたいな感じの、なんかそのルーティーンが結構、自分の中でできちゃってて、なんか新しいことをしたいって思ってたのね。ダンス以外のこともしたい っていうムードでで自分がうん、うん、でその時に今はもうないんだけど池袋にベッドっていうクラブがあったのよベッドホン、はい、そ,そこが結構あのディープなクラブだったんですけど <laughs> もう本当ヒップホップの人とか結構多分知ってる人多いんだけど、はい、そうそこで結構うちらのグループが何回かこうゲストで静岡から呼ばれるようになった時に東京来るじゃんで東京見て<ー>えみたいな刺激的すぎるなってやっぱ22歳の時思ってでもそっから結構。 東京出てきたいってなって特う、うん、に何も決めず半年でとりあえず私東京に行くべきだと思って<ー>もうそう思ってから半年も貯金とかも何もなかったからその時半年でバーって貯めてと、はいはい、りあえずそう幼なじみと出てきてみたいなあそう,いう,ことそうでも初めは割とそのダンスとかをもうちょっとやりたいなとかっていう感じだったけど実際来てからはすぐあのオフホワイトってブランドあるじゃん。はいはい それがなんかちょうどオープニングの時でオープニングスタッフ募集してて、でそれで私どうって言われて、そう初めだからオフホワイトで働いてて、その時に結構なんかスナップとかでなんかそうそうそうスナップとかでこうなんかダンサーでオフホワイトスタッフみたいな感じのでこう取られてるうちに結構モデルの仕事が徐々に増えてきてみたいなそう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 なるほどねあじゃあモデルやろうと思ってきたわけじゃなかったんだ別に。 全然もうむしろモデル興味なかったくらいな感じなのだから結構そうなんよく聞かれるんだけどそ,うそこ参考になるか分かんないんだよね正直モデルになろうって感じ確かになそうだね結構特殊かももう入りはめっちゃどちらかというと超多分ストリートとかそういう感じにいた女の子本当にそうそにうだからもうモデルやるなんて思ってなかった。 って感じかもあそうなんだ<う>え人前まあダンスだから人前に出て踊ったりとかするけどさそうだねうん、うん、そうそう、まあ、超人前に出てやりたいとかっていう感じっていったのまあダンスしたいって感じだったかそうだねダンスとでもやっぱダンスとかはしてたからあなんか人前に出たりとか、うん、何かこう人前でするってことは,はい、はい、多分得意だったからモデルとかもモデルってあとやっぱポージングとかもさ結構ダンスから影響ね影響っていうかなんかそっから それで結構なんて言うんだろう動きやすかったかななんかそっかうん最初そこではね多分むずいのねポージングとかねポージングとかね <あー S 2> そうっていうのをなんか結構感覚で割と初めは割とできたかなそう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 どこのタイミングでさちょっとモデルがっつりやろうみたいなふうに思った時期とかあったえっとねでもそうだね どんんくらいだだったんだろうでもやっぱモデルそのフリーランスで、うん、まあそれこそアパレルとかやりながらダンスとかやりながら23、はい、年こうやってて、うん、結構でもあモデルなんかいろいろやってきたなって思った時にやっぱこのなんかフリーだけだと限界があるなって思ったんだよね。<ー>自分でこうなんか まずその交渉するのとかも結構苦手だった普通にあ<ー>超苦手だしうう <laughs> 私結構やっぱその大きい仕事ってなると、うん、まず話が入ってこないフリーだと入ってきにくかったりもする例えば広告とかさ、うん、CM とかうん、うん、そうでなんか自分的にも。 まあこの身内の例えばなんか仲いい人とかでいただけるそのなんか案件とかもありがたいんだけどもっとこの自分もいろんな案件大きい案件したいとなった時にそう事務所かなって思っててけど私、身長があるわけでもないしそうなんかいろいろ難しいなうーんってなった時に本当に今の事務所の社長からタイミングよく本当声がかかって今、パンプマネジメントったとこなんだけどそ,うそこはなんかザ・モデルっていうよりかは。 私みたいに私も他の子もモデルもするんだけど、うんはい、そもそも個々でいろんな活動をしてる子が多いだから結構、ザ・モデルさんというよりかはそ,のなんかそれぞれの結構パーソナリティがこが生かされてなんかそれが仕事につながるみたいな感じでの事務所でそ,うそ,うそこでなんか私はそこの事務所入って結構、がっつりそうだ、ね、なんかいろんなお仕事をさせてもらえるようになったかな。<ー>うん、そこでじゃあ結構なんかちょっとこ モデルとしてしてっかりとかそうそう今まで結構なあなーにしてた部分とかも結構ちゃんとしっかりもう、はいうん、やろうと思ったのは今のパンプっていう事務所に入ってからはいはい、はい、そうなんだえじゃあそれ以外の事務所はあったことないんだないねちゃんとしたちゃんとした事務所は本当にパンプしか入ったことない そうかそうえどうやっぱそのフリーランスのまあちょっとさキャンしたと思うけどうん、うん、フリーランスの頃のモデルとやっぱ事務所入った時あったあととかって、うん、なんか結構大きく変わったこととか、うん、私はまず全然違うのがない条件の良さは圧倒的に違うな、うんうん、私は本当に違うと思ったまあよくなったかなそれはすごいよくなったうん、うん、そのフリーの時よりは本当ね3倍とかはよくなったんじゃないかな よくなったから、うん、あとはやっぱその請求書り、はあ、その辺がね確かに,に結構やっぱり <laughs> そういうのとかもさなんか分かんないじゃんその案件がさこれいつ頃の案件で、ね、いつこの案件の支払いがとかも全自分だともさ分かんないから、ねはい、私は結構事務所に入って大きかったしまあなんか近くにこう相談できる大人がいるってことは一個、うん、1個もうメンタル的にもめっちゃ私はよかった今の事務所しか入ったことないけどでも多分絶対今の事務所って思う、うん もう,自分あそうなんだ結構私はパンプ最高って思うから、えー、そうそうなんかよくね事務所でたまに言うさいろんな縛りみたいなそういうのとかうち全くないしむしろもう個々どんどんか活動してくださいみなあっそうなんだめっちゃいいねそう感じだからもう私からするとはい、はい、動きたい私からするとめっちゃいいかな,うん,なんか私のそもそも理想のモデル像ってうん、うん、モデル像ってかそもそもモデル像で理想っていうのもそもそもあんまないんだけどこうなんか 例えばじゃあオーディションとかでこう行って掴み取ってその時に合うモデルとかっていうよりかはそれでまあ広告に出るとかっていうよりかはもうそもそも私のパーソナリティとかを見てくれてさくらちゃんだから使いたいよねってそれが結果的にこうモデルとしてになったみたいな感じの使われ方が私は結構理想だから,だから自分でこうガンガン動けるっていうのはそうそうそうめちゃくちゃ。なるほどね ありがたいいそういうことかなるほどなそう,そうかその多分、まあ、さっきなんか事務所入って、うん、なんか結構条件も良くなっていろんなお仕事をできるようになったって言ってたけど、うん、自分の中ですごいお気に入りの案件だったりとか,、うん、なんか楽しかったとか、うん、ブランドとかなんかあったりするお仕事とかえー、結構楽しいのはいっぱいあって、うん、そうだなでもなんかみんなに結構言われたのは。 あのグーグルピクセルの CM「あーティスの前はい、さくらです」みたいな「グーグルピクセル使ってます」ってやつとかは結構みんなに言われたかななんか私家にテレビがなくてそうそうそう分かんなかったんだけど、うん、結構なんか例えば普通にこうバーとかで飲んでたりすると「あれ?」みたいな「君」みたいな感じで言われたりとか <laughs>、えー、そうあれとか結構なんか大きかったしでもうん、うん、割となんかスポーツブランド<ー>ナイキさん,ううかんとかもうん、うん、そうそう。 やってたりとかあとなんだろうでもまあ防具防具ジャパンとか防具ガールとかそうだねあとはなんかまあ MC 系とかもやらせてもらったりとかそうだね結構いろんなお仕事してると思いますでもなんかパッて出てこないかも何なんだろうあとねえ何なんだろうねえ,ねえ一番最初の案件とか覚えてる事務所入って <laughs> 事務所入って一番初めの案件えー でもその時もフリーでやってたじゃん。だから、こう。自分の案件とかもこう。あれになるから。でも資生堂とかも。結構なんか事務所入って初めの時に資生堂も結構大きいそうだよね。案件でしたかな。でも一番初め何なんだろうねえ。何なんだろう？わかんない。 結構やってるからそっかもうねそう数こなしてるもんねだからいろんなとこで見る気がするもんどこで見たか分かんないぐらい見てるもん <laughs> そうどっかで見たことあるんだよなみたいなそう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 そんそうそうそうそれがどこかなわ <laughs> かんない <laughs> そう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 てうそうねうそ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 う堂とそうそうやってもうやう ってるね、結構<ー>そうそうそう何回かこうキャンペーンとかいろんな,なんかそのなんていうの資生堂の中でもキャンペーンごとで違うやつとかに出させてもらったりとか、はい、そうそうなんかうのそうだねあとなんだろう大きいやつ何かな えグーグルビクスルはもうめちゃくちゃでかいけどねあれは結構なんかねみんな分かりやすくそうだね確かに「さくらです」って言ってるしね言ってるそうそうそうなかなかモデルの案件で自分の名前で言うことないからさくらですってめっちゃそうそう言うのはなかなか強いなえでも姿勢とはすごいなと思ったのか普通になんかわかんない俺めっちゃくちゃ個人的なあれだけどやっぱ結構 色白みたいなはい、はい、なんかビューティースタンダードみたいなさ、はいうん、日本あるじゃないそうだねだからそれで資生堂っていうめちゃくちゃコスメティックとかビューティーの会社でできるってすごいことだないやほんとそれは思うねちょうど多分私がモデル始めた時くらいにうん、うん、からなんかそういうのがちょうどこう時代とマッチしたっていうかなんかそういうのが増えた気もするすごい個人的にびっくりしたのは 結構大手ののシャンプー会社ががまさかの私は起用したことがあった日本うそれとかもさはい、はい、ブレイズで日本の企業というかはい、はい、それでシャンプーでそのうちの一人に起用されるっていうのは結構なんか大きいことなのかなって私はすごい思ったんだよ、ね、かなんか今までだったらさ、はい、なんかやっぱらさらでっていうなんかビューティースタンダードあったと思うんだけど、うん、なんかそれは結構おおって思ってすごいって思ったかな。 そそうそうなんかさくらちゃんはそれをなんか変えてる人なのかなって思うけどめっちゃ嬉しいそういうのはやっぱ自分の中であったりするのはやっぱミックス俺的にもさなんかちょっと個人的な話になっちゃうけど、うん、なんかやっぱそういういこういうコンテンツをやるようになってから、うん、結構そのブレイジャーの人とか、うん、なんか俺もブレイジャーとか私もブレイジャーみたいななんかそこにななんていうのかなプライドを持って。うん なんかすごいえ俺ブレイジャーみんな見てるよって言ってくれたりとかそういう人もとかもいてなんかそれですごいなんか、うん、こうやっててよかったなみたいななるほどねめっちゃ思うことが最近あってでそういうのど,どうそういうことなんか感じることとかある,あるのかなっていうのはちょっと思ってたかな多分それで言うと特に自分がブレイジアンっていうのはあんま意識してないもうあ、そうなんだなんか自分は結構もなんかさくらみたいな <laughs> 感じで思ってるからそのなんか私がだからミックスだからとかっていう感じでは、うん、あんま私は意識してなくて へそうなんだけど結構私周りの人とかも多分なんかその私として見てくれてるから仲良くしてくれてる人とかもあんま意識してないけど、うん、ただやっぱ自分がこうやって出ることによってそのブレイジアンの子たちがその勇気持ってくれるっていうのは実際やっぱあるんだよね。うん、なんかそういうい ことがやっぱあったりすると、あ、なんか良かったなって思う。自分が意識してやってることじゃなくても。うん、自分をこうやって表現して、ることが、まあ、誰かの、ね、その勇気につながってるのは事実なことで。そうそうそう、そういうのが結構、後から私は気づいた。あそっかみたいな。感じで、思うことが多いんだ。そうなんだよね。私は、そう、意外とそこはね、全然意識してなくても。て自分のもう存在自体が、そもそも、はいはい、もうこれが私ですみたいな。ええー。そう、感じで。すごいな。そうなんだよね。すげえ。そう。 なんかそれも羨ましいなそこは結構なんか俺はなんか多分ずっと意識しちゃってたタイプだからでも結構マイナスに捉えてたと思う昔はなんかみんなとこうできるだけ他の人とフィットインするためにみたいな結構マインドがずっとあってでもちっちゃい時はそれはわかるそうだよね絶対にそれは通るそういう時期あるじゃんそれはめっちゃ通ったなめっちゃわかる私もその時期通ってでも結構なんかもうそういうのもトップ っっぱらたた時期のの方が長かかもだからなんかあんま意識してなくてだから普通にこう意識してないからこそたまにこう全く知らない人の私に対する反応例えばなんか「日本語うまいですね」とかっていうのを聞いた時に「あそうだったわそういうだよね」みたいなそっかそうじゃんそうじゃんみたいな感じでそうなんだよねほんとちっちゃい時の方が意識したかななんかなんでお母さんお母さん アフリカなんだろう？とか、うん、そのなんか、やっぱちっちゃい時の方がめっちゃそういうこと思っちゃったりしてた。それはやっぱ思ってたけど、今となってはもうむしろ。まあ、私はポジティブなことの方が圧倒的に多いからうん。それはどういうことがポジティブだと思う。自分、そのまあ、あんま気にしないって言ってる。うん と思うけどそうううだねどうなんだろう考えてみたら結構ポジティブだなみたいな思うこととかあるでもまあそもそもじゃあ私が今の仕事してるのもさモデルとかやっぱ見た目が大きいわけじゃないか、ねうん、って考えたらまあ単純にそこでもだいぶうあうんすごいポジティブなことだと思うし、うん、そうだねでも本当にねそこに関してはそこまで多分自分がブレイジアンだからとかは本当意識してないんだよねうんうん意識してなくて。 なんかまあ結局人じゃんまあそう結局そうなんだよ、ね、結局じんな感じにはなるけどそうだねちっちゃい時の方がやっぱ意識してたかなそこは。けどやっぱなんか自分の,この影響されてることとしてはやっぱ自分の好きなカルチャーとかは圧倒的に。 さっきも言ったけどアフロビーツとかアマピアノとかさやっぱこのアフリカだからそういうところであめっちゃこうあるなっていうのは思うんだよねだね。あの踊りとかでも私は圧倒的にさお尻とかめっちゃ振るとか大好きなんだけどそれもやっぱさ向こうのスタイルじゃんジャマイカもそうだしアフリカとかもそうだけどやっぱそういうのが血が騒ぐっていうので。 結構なんかそういうのめっちゃあるそっかそっちの方が音楽とかでめっちゃ感じるかなっていうのはあるけど好きなものが結構影響されてるのかなって思うけどでも分かんないもし多分私が100%それアジアとして生まれてきてももしかしたら好きだったかもしれないし分かんないよね分かんないなここまで来たら分かんないなレギュラーダンスとかはチームに入ってたの うんチームに入ってたグループで三人組そう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 に入って私が一番その時年下で、はい ももうでもレゲエダンスがっつりやってたのは10年くらい前だからああそかそうそう,そうでお姉ちゃんみたいな存在2人の子そ、はい、の子たちはも普通に日本人の子なんだけど、えー、そうううそそうそっ,っててやれはどういう感じのチームでそのコンペティションとかだったってことショーケースとかもうクラブだねそういうクラブあそういうことかへえなるほどね完全にもうクラブでショーケースショーケースみたいなすごくねえショーケースってみんなの前でやるってことよね そうなんだよ、そう、ずっと、そうだね、その時はやってたな。なるほどね。かな。そうか、そうか、そういう感じの、あれ、レゲエのダンス、そういう感じなんだね。レゲエのダンスは、そうだったけど、なんかもう、本当に、本当のダンスホールとか、ジャマイカとか行くとね、もっと野外のダンスホールとか、みんなバーって踊って,てはい、はい、も、スピーカーの上に乗ったりとか、結構。はい 激しいでもクラブとかでも結構そんな感じスピーカーサウンドシステムの上とかにみんな乗ってそこで三点倒立とかするいうでやばすぎだろ結構すごいな汗チなだいぶ結構なんかすごいなとか思ってそっかなるほどねえそのさっきの音楽のアフルビートとかさアフルビートとかアマピアントとかそういうのはいつ頃からもと取りゲットだけじゃんどういうタイミングでそっちに入ったとかあるのやっぱ犯罪人やった時 でもそうだねなんかともとはタンザニア、ま、行った時とかに聴、ま、いててでもその時はどちらかというとやっぱ10年前でしょヒップホップとかの方がこうなんかクールなイメージがあってあ<ー>結構それが好きだったんだよねちょっとクールな。などね、けどなんかやっぱこう大,人大人っていうか223 22くらいからなんかこのテンポはなんていうジャンルなんだろうみたいな感じのあって<ー>で最終的にそれがやっぱうう私はアフロミュージックとか、うんまあ、アマピアノとかは割とまあ最近なんだけどいいそういうなんか。 なんていうの跳ねるようなサウンドっていうかあこれが一番なんか私の中でこうフィットするなみたいな、うん、いろんな音楽聴いたけどはい、はい、これが一番自然に体動くなみたいなのがうん、うん、そうそうそうだねだいたい20アフラブーツとかでもどうだろう223 22くらいから。歳かららいかか <laughs> なるほどねアフロビーツとかもんかやっとアメリカとかでもメインストリームバーナーボーイとかがさメインストリームやってたけどなんか最近だよねでもんか俺も俺もそれこそ一番最初にアフロビーツ聞いた多分アフリカにいる時だったのかなそうなんだレマとかがまだ出したばっかりそうだよねでもそうかもレマレマ結構やっぱ私もドゥメビーとかドゥメビーとかみんなねんかそこら辺で結構ワッてアフロビーツのやつがそうだね ーーナボーイとかもそうだね、うん、あとなんか誰だろうあとミダスだジャガバンってことか,<う>なんか女の子でなんか仮面覆面してる子とかん,へ<ー>なんかそういう子とか<う>なんか結構ちょいちょいなんかアフロアーティスト今パッて出てこないんだけどそう、うん、なんかいっぱいいてそうそうそ,うそれでえ今はどういう人聞いてるの好きな人とかいる一番<は>めっちゃ聞いてるみたいな今はね一番聞いてるのか、うん、でも 結構私 UK の音楽もすごい好きなんだよかジャングルとかも好きだしドラムも好きだし UK ガラージュとかも好きだしだから結構どんなアーティストが好きなんだろう全然見てもらって見てもいいですかもちろんですもちろんですそっか UK はそっちの方が好きなんでねやっぱそのガラージュとかも好きだしあとブレイクスとかも好きだし結構何でも好きなんだよね何でも好きだねすすごごいいなでも好きだから でもなんかナイジェリアのアーティスト結構いいなって人多くてナイジェリアのアーティストだと結構なんかブレイジーって女の子がいるんだけど<う>なんかその子結構ギャルなのねっ <laughs> <う> <laughs> <laughs> か歌い方もめっちゃ気だるいっていうかななんんかかだるなこのギャルなんか向こうの本当 で多分ロンドンに住んでんのかな多分ロンドンドでナイジェリアルーツの子か分かんないけど<ー>なんかそういう子とかなんか可いいなって思ったりとか,か、うん、あとは結構アマピアノでなんか DJ で聴くこととか多いねなんか好きな DJ とかで聞いたりすることとか結構あるな自分もイベントやってるから<ん>そうそうそう,そう、ね、どういうイベント何て名前ったっけ アマピナイトってやつアマピナイトだアマピナイトチェックしてくださいチェックしてえ結構あれなの定期的にやってるんですか今かなり定期的にもう今月は3月とかはもう5個6個そんなにガチだ収入 <laughs> とかのレベルじゃないいたたらあれみたいな そうなの、ね、<laughs> すごくねすごいよそう。もともとは一番初めは結構軽い気持ちでまずなんかねアマピナイトって結構独特ってか特殊な形ではい、はい、そのホストがまず3人いてうそうでなんかそのホストが結構なんて言うんだろうな、ね、いろいろこの。 なんて空気感とかをこう決めてでなんかあと専属 DJ もいるんだけどなんかだかだらそのアマピナイトっていうある意味なんかクルーじゃないけどクルーでもないけどそういうなんて言うんてううだろうバイブスアップみたいな別にうちらのホストの中には DJ する子は一人もいないんだけどそうそううだから最近は結構この間もメジャーレーザーの,あのディプロとか来た時にうちらはバイブスアップで入ってとか,かバイブスアップっていうなんか新しいジャンルが結構できつつあるんだけどバイブスアップバイブス,アップバイブス上げますうちらい <laughs> <laughs> そういうこと。ライブス上げますって感じ。<laughs> そういうこと。そうそう。ライブスアップっていうでそれでいろんなとこ行くってこと？そうっ。ライブスアップして、うん、まあ専属の DJ がいるからその人たちもこう一緒に行って、うん やるとか、はいまあ、うちらのアマピネイトっていう純粋なパーティーの時ももちろんあるし、はい、そうじゃない時はあのうちらのダンサー,ダンサーズがいて<ー>行ってあと DJs もアマピネイトの DJs も行ってみたいな感じでやったりとか<ー>そうそうするんだけどもう本当に結構1年前くらいに初めそれこそ同じチームの今一緒にホスト一緒にやってる葵ちゃんって子、うん、その子も、えーとね、ダンスをやる子なんだけど。うん その子は今でも結構先生とかとしてやっててで,、ね、でなんかちょうど2年くらい前にアマピアノをこう聞いた時にもうなんだこれはってもう衝撃を受けたわけで、えーうん、アマピヤばいみたいなこれって何な,な,んなんだろうみたいな感じですごいやっぱ興味受けてででもなんかまずイベント自体がそんなにその時見つけられなかったのななだからここ最近じゃないアマピアノのパーティーとかもバーてあって,て,てそうだよね 私は見つけられなかったのでその葵ちゃんってこと話しててえなんかちょっと自分たちでもうやっちゃうみたいな<ー>何人かこうおすすめの DJ とかをいてたから<ー>ちょっとその人たち集めてちょっとノリで。 アピやってみようよみたいなパーティーやろうって思ったのがそうそうきっかけでそうそうで1回目やったのそれは今で結構アマピナイト毎回出てくれる竹野さんって DJ の人がいるんだけどその人がギャラリーをやっててで初めちっちゃいアートギャラリーでほんと軽い気持ちでやったらそこがもう1回目でもうめっちゃパンパンなんかアフリカの人とかも来ててみんなめっちゃ踊るみたいな結構なんか伝説だったんだよねそそううでの時ちらも結構格好 もさ私はもともとやっぱダンスホールが好きだったから結構露出っていうか,なんかそのビキニとかも来てこうガンガンこうなんか派手な感じで行ってそれを普通にインスタとかにも上げてたら結構それで。 いろんなギャルから「え私も行きたいんだけど」みたいな「えこんなパーティーどこでやってんの?」みたいな結構「東京でもやってよやってよ」みたいな声が結構大きくてその時は東京じゃなかったその時で一番初めは大阪だったのその葵ちゃんとこが大阪ああそういうことかなそうなるほどねで東京でもやってよってばって言われて「えみたいな「えやりたい」ってなって自分たち自体も自分たちでやっててめっちゃ楽しかったのそういうことかそうこんな踊ったの久しぶりみたいなそう でその次からはもう一人リナって子がいるんだけどうん、うん、リナはウガンダのハーフねうーそ,その子もホストとして参戦して、うん、そうで次はサーカスっていうクラブがあるんだけどサーカスってところでフルハウスっていう関西の DJ コレクティブ、うん ボイラーとかにも出てるめっちゃうまい集団、はい、そうが「あまぴない、うん、一緒にイベントやらない?」って声かけてくれてはい、はい、そうそう,いうことかそう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 そなそう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 もうそうンっそうそいそうそうそてそう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 そてそう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 そっそそうそそうそうそうそそうそうそそうそううそう そそすごいねえ、どこでやってることが多いのでもサーカスが結構多いかな、やっぱり、うんうん、来週も大阪だけどサーカスでやるし、あれあ大阪にもサーカスあるんだ大阪と東京にサーカスは、あサーカスでやることが多い、あとはでもライオンとかでもやったりするし、結構いろんなところで。うページガンンアマピナイトっていう イインスタンうん、うん、アマピナイト,イトはいちょっとチェックしてくれた <laughs> めちゃくちゃ面白い,すごいね本当にねあのやっぱその女の子の方がエネルギッシュなパーティーはめっちゃいいと思っててかいいパーティーやっぱ女の子めっちゃ踊るっていうのをやっぱ言うんだけどなるほどねそうなんかそういうのをやっぱずっと自分がそういうの好きだから作りたくてうん、うん、アマピナイトでは結構それがもっていうか別に 女の子だけじゃないんだけど私の周りは結構ゲイの子とかも多くて、うん、もうみんな結構気にせずに、うん、もう人目も気にしないではい、はい、もアマピナイトの時はみんなもう本当ばバーって解放して踊るみたいな感じがもう本当超最高な楽しいだから今めっちゃ楽しいやばいねいいねそれ楽しいのが一番だよね何よりもなんか結構さ、うん、なんかあんまり日本と比べて踊ってる人結構少ないじゃん少ない 俺がアメリカとか結構言ってたんだけどその時は結構みんなクラブで踊るみたいなのが普通だったからでもこっちに来て東京とかのクラブとかはそういう感じなのかなと思っら意外にそういうところ少なかったからそうなんだよねそれは珍しいのかなってそれを思うあと女の子がこうやってセクシーに踊ったりする私とかもめっちゃお尻とかめっちゃバーって振ったりするとさ結構低い人とかもいたりするんだけどえみたいな。 けどもなんかそういうのも結構関係なくわーってもう好きな表現できるっていうのを意外とやっぱね <laughs>、うん、あこんなお尻振りたい子多かったんだってもうギャルたちからもうめっちゃもう次いつーみたいなそうそう,そう <laughs> とりあえずみんなもう踊りたくてしょうがないから、ね、っかやっぱ解放したいですからそういう場所をアマピナイトは結構できたらいいなって思うもうマジで最高 DJ たちがまず最高もうやばい、えー、ほんとレベル高いしダンサーズたちこちらがブッキングしてダンサーズもう最高。えー ホストはうちらなんだけど、うん、マジもうテンションも爆上げでいくんで <laughs> <laughs> 本当に。 本当来てくださいダンサーって何一生懸命弾けるってことダンサーズは基本的にはもうバイブスアップななんんかかその見せてくれるダンスでもあるんだけどうちらの目的は別に見てって感じではなくてうちらが踊ってるのを見て一緒にあ、踊ってほしいだからそうそうとか空気感を伝染させたいうちらはまずやっぱ主催してる側がそもそも楽しくないとパーティーって楽しくないじゃんだからうちらがやっぱ一番楽しむしうちらが楽しかったら絶対みんなもっと楽しいし ね、みんな楽しかったら DJ も楽しいしみたいなそれが結構なんか伝染するのが目に見えてわかるんだよ、ね、んなんかパーティー本当、はい、なんか集合意識だなってめっちゃ思うんだけどうそうそうそうなるほどね集合意識だ集合意識なんかパーティーってすごいわかりやすいじゃない、はい、なかすごくさ密だからさそのなんか一体感とか。 一体感ができたとかやそうだねそうそうそう周波数だからな俺こういうの結構好きやから周波数で俺結構人間とかってコミュニケーションできると思ってるからコミュニケーションって難しいけどでもんとなく「空気感」とかってよく言う言葉あるじゃんあれってんか俺周波数だと思っててやっぱパーティーとかって音だからさ完全に振動だからだからやっぱみんなが楽しいとこうすごい空間ができるよねやっぱね 結構多分アマピナイトは本当そこかも。そこだ。うん、もう本当に楽しいの周波数をこういかにこう上げてって、って、集合意識するからだよ。集合意識をもう本当最高なものにしていくかってところを結構考えてるから、なるほどね。考えてるとかま別に楽しんでる。楽しんでそう勝手にそうなってる。そうそう。だから結構そう満足度高い。 アマピアノってだってあんま聞かないもんな多分分かんない人も多いんじゃないかなアマピアノって言われて何それみたいなそうだな。アマピアノは本当に結構衝撃的だったな私も初め聞いた時何じゃこれみたいな感じだまあ南アフリカだね南アフリカのもともとハウスミュージックから発生した音楽で結構ログドラムっていうのが特徴的なんか聴いたらそうそう分かるんだけどなんか本当に私は一番こうなんて言うんだろうな エーが湧いいてくるとうか本当にでもアマピナイトはアマピナイトって名前だけど結構いろんなジャンルの音楽それこそもう本当ダンスホールもかかるしジャングルもかかるしジャージとかもかかるし結構んかアマピアの主軸としてるけどそれだけじゃなくて本当に踊れるダンスミュージック解放できるダンスミュージックたちを DJ が操選曲してくれてそう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 そそうそうそうそそうそ なんかアフロハウスみたいな感じなんか俺結構アンペアのどんなのって言われたらアフロハウスみたいな感じう、うん、なんかちょっとアフロっぽいくてでもハウスのやっぱさめっちゃこの四つ打ちの感じじゃないあれ聖火の感じとかも何か、ね、そう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 ,そうだねそれは思うかもアフロハウスとかもでもほんと好きいいよねなんかああいうバイブス俺結構なんかまあやっぱたまにそういうのめっちゃ聞きたかったりするけど、うん、俺結構なんか スイングとか、うん、アフロスイングとかグまあちょっとヒップホップに近いのからあれは、うん、ちょっと難しいけど聞きやすいよね聞きやすいアフロスイングなんかヒップホップ好きな人でもこうなんかね、うん、最初なんかアフロに入りやすい気がする、うん、思う思うかもね 最初俺一番最初の時そんなに好きじゃなかったからちょっとコテコテしすぎだったのがなんかあるよね <laughs> なんかいなたすぎとか多分あるんだろう、ね、<laughs> なわか,かるなんか結構話とか聞くとそういうん、私両方好きだけどやっぱ話聞くとなんかアフロなんかもうコテコテすぎるやか、うん、でもそれこそアフロスイングとかだともうちょっとこうなんかねホントヒップホップ好きな人でもメロディーとかもこうねちょっとクールな感じというかもうちょっとなんかわかるかそうそうなんか入りやすいよね入りやすいそうそう,そうそ俺両方とも好きなんだけど、うん、最初はでもなんかやっぱ なんかそっちの方が入りやすかったなって、うん、そっからがっつりなんかアフロハマってたけど、うん、そうねいやーなんかアフロとかアーティストとかいんのかな日本にアフロのアーティストとか聞いたことある <laughs> いやーマジでえ歌えてってことだよねそうなんか最近でも結構ラッパーの子とかはさはい、はい、アフロあアフビーツとかのさトラックで歌ったりはするよねしてるねうんけどなんかどうなんだろういやレゲエとかはさ、うん、いるじゃんかいるいる アフロはなんかそうあっうーあ俺が個人的にし普通に知りたいってだけあるだけどそうだよね, <laughs> だよね今パッて名前出てこないんだけど1人いるわその子はダンスホールもめっちゃ歌ってる子なんだけど結構なんかダンスホール普段歌ってて。はいはい それで結構アフロビーツも結構同じくらい歌う子とかは結構いるかもなるほどねちょっと名前でもあったりしますあっそうだねなかなかいないからね DJ とかパーティーがまず俺どこにあるかも知らないから結構何人に聞いたことか「アフロのパーティー知ってる?」って俺東京に来て何人にも聞いてほんそう何か結構アフロで言うとさ R3 とかはさ結構何かもろ私も言ったけどほんここはもうほんとアフリカなんかなじ みたいなくらい本当にもう多分アフリカの人がほとんどいてそうそうみたいな感じであそこはすごいなんかバイブスもめっちゃアフロミュージックアフロピアノとかそう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 いうことか結構コテコテのが聴けるイメージははいいそう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 ちじゃアフロ本当に好きだったら R3 おスすめだ R3 はなんかめっちゃいいんじゃないかななるほどねでも今 みんなけるよねたまにね確かにミックスされてる感じがするよねそうそうそうんか今本当いろんなジャンルがクロスオーバーされてる気がするからそうそうなんか一人の DJ でも本当いろんなさジャンルをやるからさ1のプレーの中にみんななんかなんとどこなんか聴ける気がする聴いてるけどアマピアノもんかここ最近で普通にんかライオンとかでもめっちゃ聴くアマピアノだ。めっちゃ聴くしそうそうそう そうなんだすごいムーブメントだなみたいな確かに確かにいやー本当にすごいねヒップホップとかねヒップホップのところでも結構活躍してるもんねヒップホップそうだねもともと結構それこそ入り、うん、入りというかはい、はい、モデル始める前とか割とそうそうそう周りもアーティストだらけだったし私もやっぱヒップホップ好きだったしあ,、はい、あとこれモデルあるあるだけど なんか初めやっぱアーティストの MV 出がち<ー> <laughs> めちゃくちゃ出るよね、その,この東京そうだよね東京上したての頃は、とにかくミュージックビデオめっちゃ出るみたいな、たぶんそれ、私それ多分昔、結構それで、うだから、たぶん始まりが全然モデルからじゃなくて、<ー>今はどちらかというと、原点回帰してるんだよね、私、意見。だから、初めそういう音楽とかさうん、うん、ストリートのシーンが好きで、そこ、ね、から結構がっつりモデルやって、今まだ自分でパーティーとかやってるから。 結構その戻ってきてる感じで。で一周回ってる系だ。一周回ってます。<laughs> <laughs> はい。そういう感じだ。そうそう,そうそう。いいね。そうなの。そうだね。なんか確かに俺はなんか最近なんかミュージックウエイドに出演すること超多くなったわ。なんか声かけられるようになって。東京あるある。こ、ね、んなに撮影しない札幌で。<laughs> <laughs> こんなな頻度でミュージック撮影してい静岡もこんな頻度は多くなかった <laughs> 本当にもう毎週くらい、ね、誰かのミュージックビデオみたいなすごいよねそ<う>めっちゃ撮ってるやんみたいなそうそうそう結構始め多分モデル始める前はやっぱそれがきっかけだったからそれでこう見てもらえるようになってみたいなうそうどうおすすめ最初にヒップホップとかそういうアーティストの MV とか、うん、めっちゃいいと思う本当トに何かそれやっぱさ、うん 今そのラッパーとかもすごい人気じゃんでやっぱそうやって見てもらう機会とか多い中で、うん、やっぱ MV とかで可愛い子がいるってうん、うん、すごいなんかあの子誰やってなると思うんだよね今そういうところから結構なんかうん、うん、ピ,ピックされるじゃないけどそういう動きも全然あると思うし、うん、もうそもそもそのなんかこの音楽シーン自体がさうん、うん、すごいじゃんもうん当に成長がそうそうそう,そうだからなんかそういうのはガンガン なんかモデル始めたいってこう、うん、もしいるとしたらそういうのに出るとかめっちゃいいと思う,うめっちゃおすすめやね、うん、なるほどね、うん ちなみになんかヒップホップとかで言うとさ俺結構さきゃちゃんみたいな MC でラップ賢者レッドブルのラップ賢者ですねえ結構言われた言われた出てちゃうみたいなそうだねあれはどういうあれはそれこそ DJ チャリくんは地元一緒なのよチャリくん静岡でそうなんだチャリくん浜松なんだけどはははいいいで私まあ静岡でだからそれこそチャリくんなんか面白くてあほんと私が16歳でレゲエダンスめっちゃしてた時に チャリ君は DJ でやってて同じイベントに出てるみたいそうだからもう本当チャリくんは結構昔から知ってて私が東京出る前からうん、うん、そうでそれで結構こっち来てからも、まあ、何回かプロジェクトとかで関わったりとかしてたんだけど、うん、そうだからレッドブルの時もあのラップ賢者もチャリくんのレコメンドでさくらちゃんどうですか、まあ、みたいな感じでうう多分なったっぽい。 なったっぽいんだ。そうなんだあ。そういうことね。みたいな感じで、<ー>そうそういうカルチャーが好きで、なんか MC ができる子みたいな感じの時で、はい、多分それピックしてくれたんじゃないかな。多分多分そうだと思う。<laughs> なるほどね。そう,そういうことか。あれそれ以外になんか MC の仕事とかしてた？MC の仕事はしてたかな。はい、なんかでも喋る仕事。 ちちょょいいしてるようなこうやって呼ばれてインタビューとかで話すとかちょいちょいあるけどがっつりああやって MC 司会みたいなの初めてで緊張しましたね緊張するんだ緊張するするやっぱり結構ちゃんとシャステショっぽかったもんねそうだねなんか緩いところだったらさ結構こんな感じでチルで話してたらいいんだけどさそうだね結構がっつりこうしてるとああみたいなそう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 感じだった。どうだったら最初のなんか どういう感じなの裏側、どっかとこで喋るかちょっとわかんないけどさ。結構準備とかしなきゃいけなかったら、ね、やっぱ。ああ、でもね、普通に台本渡されて。はいはい、でも、あとは割とフリーラン、ね、台本あるから、私はやっぱその司会で司会進行だから、かまあ進める。うん セリフとかはあるけどうん、うん、あとはもう臨機応変みたいな感じで <laughs> そうそうあれ面白かったよね結構独特な空気感独特な空気感だった <laughs> 一人寄って全然違し <laughs> そうし、ね、おもろいなと思って結構あれはね面白くて白 <laughs> でも面白かったけどやっぱ今までで何が一番緊張したかって言われるとあの仕事かなあ,あそうなんだダン、うん、トツでそうだねあんま緊張しない方なんだけど、えー、あれ普通にしたね <laughs> したした <laughs> うん、そうなんだそう空気感が独特すぎてなんか面白くてやっぱ本当にさ面白い人たちが来るじゃんか確かに確かに変わった人が多かったよね,<う>ね面白いからさ、うん、そんなもう自分にさばけないよそんなみたいな <laughs> チャリ君もチャリ君でさめチャリ君も私も多分そもそもめっちゃこう話すのとかさ <laughs>、うん、こうツッコミするタイプじゃないですかまあ違う確かに確かに両方とも結構そうそうツッコミじゃなくてうんうんって聞くタイプだからさもう二人でなんかうんうんってなっちゃって。<laughs> そうでも面白かったね。結構私の中でもすごい面白い仕事の上位に確実に入ってるし、やっぱ今でも言われるし、タイミングあったらなんかあれ復活しないかなって思ってるくらいラップ系じゃ面白かった。面白かった、面白かった。でがなんかあ確かに最近見ないなと思ったらね、そうあのもう出した出さなくなちょっとんだもんね。そうだね。そうなんだ。二三年前ぐらい。タイミングあればねまた。面白そうだね。見たいなまた。ね見たいよね。結構みんなの素の顔が見れる。確かに確かに。 あの感じいいよな64バースとかさめっちゃかっこいいっていうのももちろんいいけどさ IS とか見れるのが結構なかなかないから完全に素だよねあれは素だよねそう本当にだって本当のクイズとかもさその場でねやるとかもねなかなかあえて前に出てくるとさ出てこないよねそれではやっぱスラスラ言えるとかすごいすごいねあれはもう完全に面白かったワンチャン準備してきてからなこういう質問 来たらこれ答えようっててて <laughs> <ー>準備してきてる可能性あでも多分あれはほんとなかったから、ね、なかたんそういうのがなかったからもぶっつけ本番ぶっつけ本番だどんな質問か全く分からずにいくみたいな全く分かんないすごうん全く分かんないからそうそうすごいなかなか勇気必要だねそれねそうだよ <laughs> <laughs> ねえ毎回毎回そう<で>どんな感じになるのかもうほんと分かんない中での感じだったからね。かうちなみにさっきっ今まで緊張したお仕事って言ってたけどなんか一番なんか大変だった仕事どこだった大変だった仕事かか人前思ってああうんなんかでも単純に。 本当にこれは単純なんだけど冬の夏服撮影 <laughs> あーうわーそれきついね確かに,確かにこれはね、うん、私これ関係あると思ってるんだけど私タンザニアのミックスじゃん絶対私寒さ弱い人よりって思ってる <laughs> <laughs> 絶対そもそも寒さ人よりよ弱いのに、はい、さらに真冬にタンクトップとかは本当にとかやっぱあるんだけどだそれは毎回ね、うん、もう。<laughs> <laughs> それだけから唯一なんかモデルやってほんときついって思ったこと私マジでないくらい多分なんか割とこう何て言うんだろうな向いてる仕事かなって思うんだけどそれだけはほんとにきつい。きついなっ,てる <laughs> ってなってる。<laughs> もう顔に出るからね、もう寒い、え <laughs> っってなってるからね。<laughs> そうだよね。<う>確かに夏服タンクトップ、そわあそれはきついわ。なんかね夏に冬服私行けるのよあ<ー>夏に着込むのは全然いけちゃうんだけど冬の夏服だけ、本当に毎回やっぱ慣れないね。なるほどね寒寒さダメだ寒さだ あったかいい方がもう断然なるほどねそうかそうかいいねいいねえいろんなところ結構行ってまあいろんなとこも行ってると思うけど育ちもなんか今まで行った国とかで付き合っったた国とかあでもまあそれこそジャマイカも二回ぐらい行っててあ行ってんだジャマイカ最高だねでそれでまあタンザニアも最高だし結構タイとかもフィリピンとか中国とかも行ったし結構いろいろ行ってそれこそロスとかも行って。 でも去年一昨年ロンドン行ったんだよねロンドンも2週間だったけどすごい楽しくてちょっと今年長めに数か月ちょっとロンドンにそうそう行くんだけど向こうの音楽すごい好きでちょっとがっつり見てみたいなっていうのがあってそうそうめっちゃそうそうしてるよ。かなりね。かなりね。本当ね。そうそうえ結構旅行とかうそ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  このバイブスがやっぱこう上がってこうう、ね、よしもう一回こうなんか頑張るぞってかなんかインスピレーションとか受けるじゃん,うん、うん、あの感じがやっぱ好きだから定期的に行きたい、ね、すげえなそれ仕事とかじゃなくて個人的に行くってことよねもうロンドンとかも個人的に個人的にちょっと行きたいっていうとかできるタイプでもね、うん、ガッチガチに一人は今回初めてだから、うん、あそうなんだそうおしかも数か月でしょ そうだよ、いけるってなってるけど <laughs> いけるってなってるの <laughs> いけるってなってるけど、まあでも行きます行 <laughs> きますそうそう、やっぱちょっと今なんかその自分がパーティーとかやってるのもあって、うんまあ、っこうなるべく吸収したいんだよねはい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  ずっとアウトプットパーティーってある意味アウトプットの場所でもあって自分がもっとインスピレーション受け受けてそれを持ち帰りたいっていうのもあるしそうううううそそそそいことかれでちょっと行きたいなと思うし向こうのエージェントとかも普通にアタックする予定なんだけどなるほどね海外にちょっと向けてみたいなそういうのを目標としてもあのこれからのささっきモデルゾーンみたいな話しったと思うんだけどさ結構マリチにいろんな活動してるわけじゃない。 でそういう中で自分がこういうことを最終的になんかもうすよあでもなんかそれで言うと多分今までもずっとそれでやってるんだけど、うん、なんかさっきもやっぱ言ったかもしれな,ないけど自分がやっぱこう好きなことを今も多分好きなことを多分してると思うんだよね、うん、そのイベントにしても他のことにしても。うん、なんかそれが 結局自分の活動がどんどんこう大きくなってそれがこうモデルっていうかそのなんだろう媒体とかに還元される動きが結構一番いいから自分がもう,なんて言う,んだろう好きなことをやってそれがこう誰かのインスピレーションになってさらにそれがモデルの仕事にもつながるっていうのが多分私のスタイルっていうか今までもそうだからそれを今はどんどん大きくしていきたいかな自分でこう行動できるところはどんどんしてインスピレーションいっぱい受けてそれをアウトプットしてみたいな感じで思ってて。 でもやっぱ私は今自分のイベントを大きくしたい<ー>でなんかやっぱそこから入ってくる仕事とか撮影とかもすごい多いから結局つながってるうう、ね、なって思うから自分がやっぱやりたいこととか自分がこう刺激受けること心躍ることをするのが一番って思ったやっぱそ,っか <laughs> そう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 、うん、そうそう、ね、そ,そう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 そそう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 っうそ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 そ 情熱生む気がするそれはなんかほんとに思うから好きなことをやるのは多分変わらずと思いますなるほどそうじゃあこれからイベントだったりとかでも今まで通りにやってみたいなそう今まで通りやってパワーアップしていくみたいな理想のステージとかなんかあったりする分かりやすいなんかそのちょっと難しい質問でやるけどでもまあそうだなでもそれこそやっぱ世界でその日本以外でもい こうなんかパーティーもやりたいしモデルとかもそうだけどうん、うん、そのなんか活動の場をちょっと広げたいっていうのはやっぱあるかなそうと。だしアンピ・ナイトも結構大きいステージで取り入れられるようになっていきたいなって思うし、うんうん、そう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 とは思います。そういういここととかか、うん、じゃあこれからちょっと 世界に羽ばたいて世界ちょっと羽ばたイベントモデルはいちょっといろいろ楽しいことやってくると思うんでぜひぜひねインスタグラムが結構メインなのかなテックトとかもやってるいやもう本当にインスタしかやってないインスタしかやってないんだ SNS やんないタイプだあんまり。 今 X って名前になってそれすらも最近知ったんだけどツイッターとかでもさちょっとやりたいなとか思ってる思いながら1年とか経ってる割とやってないずっとそう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 基本的にはインスタだねだけどこれからイベントの様子とかはさ YouTube とかでもさ流したいなって思ったりとかそうそうやった方がいいなって思ってるからちょっと SNS 頑張ります OK ですさんのの方フォローとか あとアマピナイトこういうのとかもまあその雑誌とかテレビとか前からず顔見ることあると思いますけどねぜひぜひねインスタグラムとかでフォローしていただいてフォローしていただければと思いますお願いしますということでまた次回のエピソードでお会いしましょうピース